東京プロ頑張ってください。上田とさんとの勝負楽しみにしてますね。東京プロには出ないですけどね、上田と選手はジャパンプロなんで、だから、まあ、そこで、で面白いのがそのジャパンプロの前にもオリンピアがあるんで、そこでもいろんなね見え方が変わってくるかもしれないですよね。コラボ、そうコラボ、田口選手、実はコラボ僕まだ上里選手に連絡しないといけないんですけど、プロになったらコラボするっていう話をしたんで、どこかでねいいタイミングで上里選手とトレーニングのコラボをしたいですね。僕がちょっと2月中に体調をちょっと悪くしちゃって長い間だから移したくないんでっていう感じで、3月に入ってまあ、ね、できなくはないんで連絡してみますよ、切ってかなりなんか重量とか扱えるようなイメージはあるんで、上里選手はいいトレーニングできると思う。上里選手とオリンピアで並んでいるとこ見たいです。いいですね、まあ、まず見事に上里選手、そしてパルカパあのオリンピアクオリファイして、ただやっぱり自分の目標は最終的にはオリンピアクオリファイだけじゃないんで、オリンピアのトップに立つことなので、結局はまあその自分の体作りっていうか、そこにフォーカスして、まあ、オリンピアトップ10レベルの体を作れば相当なプロ戦じゃない限りは負けないと思ってるので、まずはそこに集中ですね。